重式艦上戦闘機重式艦船重式。艦上戦闘機は、最初の航空母艦、包装の建造と同時に開発された、日本海軍発の国産艦上戦闘機である。初期には、十年式艦上戦闘機と呼称されたが、兵器名称付与標準の改定に伴い、重式艦上戦闘機に名称が変更された。1921年試作完成。製造は、 三菱内燃機製造会社主力となる航空機の早期準国産化を検討していた日本海軍の意向を受けて三菱では1921年大正10年2月よりイギリスのソピース社より招聘したハーバートスミス技師の設計で航空母艦に発着可能な戦闘機の開発を開始したそして同年の9月に試作1号機が完成し10月に 初飛行に成功した。木製骨組みに、ハフバリ構造の服用短座機で、性能は、当時の戦闘機としては、申し分なく、1923年11月に、正式採用された。動力には、イスパノスイザ製 HS、HS-8 回エンジンを、三菱で国産化した、非式300馬力発動機を搭載した。火は、ヒスパノスイザの頭文字である。 このエンジンは重式艦上偵察機や日本陸軍の公式4型戦闘機にも使われた。重式1号艦上戦闘機、重式2号艦上戦闘機などのサブタイプがあり、主たる相違点は、1号艦船では機種全面に装備されていた発動機冷却機が2号艦船では胴体下のランプラン式に改められたことなどであるという説があるが、うち兵によって定められた。 海軍機の正式の定義である航空機の名称には単に重式艦上戦闘機1型、重式艦上戦闘機2型の種別があるだけでしかない。この場合、2型は複装重装チフの練習機型であり、通常の艦上戦闘機型は細部の遺憾に関わらず重式艦上戦闘機1型として一括されていた。なお、機種の形状には、 機種にラジエーターを配置した 1MF1 から 1MF2 の系統、ランブラン式冷却機に改めて視界を測った 1MF3、さらに気発機を下方装備として、さらなる視界改善を測った 1MF3A の少なくとも3種類が存在する。52社は、機種の冷却機が視界の妨げになり、航空母艦への着艦に支障を来すことの対策であった。 生産は1928年12月まで行われ、128機、生産された。1930年頃、三式艦上戦闘機と交代するまで、第一戦機として使用された。その後は、練習機に転用されたほか、民間に払い下げられて使用された機体もあった。昭和の日本航空以外し、民間航空に夢を託した大空の勇者たち P36。 ありがとうございます。